こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回はモンスターハンターダブルクロスやっていきます。今回はですね、竜式戦のクエストに初挑戦していきます。前回は緊急クエスト一発目行ってきて、モンスターは復活を遂げたババコンガだったんですが、今回はですね、他に竜式戦で出ていたクエストが何があるのかを確認してから行ってみたいと思います。この受付嬢ちゃん可愛い。それは置いといて、星7のクエスト受注できるようになってますよ。やったね、おめでとうさん、ありがとういでよ。クエスト一覧、ここの下位と上位に分かれて、上位の方に星7が出てます。あるのがツアーが3つ上からありますね。お、あ、ヤンクック先生とかもあるし、これは10体だね。で、2ページ目にも行ってますね。あ、卵納品アルセルタス等もあります。最後はニャンタークエストも発見しました。まだ行ってなかったので、研究室にも行ってみます。ここが研究室、猫嬢ちゃんいるじゃん。お、ここにいてくれるんだ。え、村から連れてきた？一緒に来ちゃったまだ準備中だからっていう話では聞いていたのですが、どんな感じで話があるのかちょっと話しかけてみようと思います。早速猫嬢ちゃん、あ、ハンターさん、あ、お供の話をここでしてくれるんだね。アイルちゃんたちのお世話する人いなくなっちゃいますっていうことで、アイルちゃんたちはこの研究室で猫嬢ちゃんがやってくれるみたいです。この方は研究員猫さんになるそうですね。アイテムのお届け係とっていうことなんですね。もうお一方、もう首席研究員さんがいらっしゃったってことなのか。うんうん、モンスターの情報手に入れました。こんな感じになってます。ここ今後も来ると思うので、ちょくちょく来てみたいと思います。あとはね、自分の部屋いただいたところはこんな感じになってました。ルームサービスもいました。で、変わってるのがこれです。ご飯選ぶ時のこの画面も変わってるし、中のね、ソースのところの後ろにあっさりこってりとかスイートとか甘さ控えめとかいろいろ出るようになってて、これめちゃくちゃ驚きました。で、この子ですよね、作ってくれるのもかわいいはい、それでは早速いってみます。まずはこれ、挑発上手なチョークリュウ、うん、ドスマッカを腕ならしっていうことで、今回はですね、3連行ってみたいと思います。まあ、普段から村クエだったりとか集会場でも出てきたおなじみのモンスターなので、サクッといけるんじゃないかと思います。ここね、キャンプ出たところに発見しました。うんいつもの3歳じいさんと、私なんか笠次郎って言ってしまうんですが、うん、運んでくれるね、彼もここにいます。まあ3歳じいさんはいつものことかあまりくれないですね。はい、じゃあ行ってみよう気を引き締めて、マップ1番ぐらいから。はい、メインはドスマッカをどれくらいで倒せるか、目標は1針ですね。いたいた、発見。よし、挑戦していこう。まあ、1針できれば今までのおさらいと肩慣らしにはいいのではないかと思っています。おあとはね、ちょっとずつここの新しい新フィールドもエリア覚えていきたいなと思っています。ここにね、あのアイルーちゃんたちが出ていたんですけど、ドスマカオが来たらなんか端っこ行っちゃってますねお、いけそう。おー、よっ、痛い。あー、
ことだと思います。もう少しと思う。ファイト私。よいしょ、倒した倒した。最後最後。ん？あ、落とし物してる。仮技もいけますね。ほーい、えい。お、サブターゲット達成。あ、乗れましたね、同時に乗れた。これサブターゲットとかっていうところの文字もなんか変わった気がするんですよね。なんかちょっと違う気がします。いろんなところでクロスとダブルクロス違いがあって、これからうん、やっていくごとにその違いが分かってくると思うので楽しみです。お、いけました。一応ね、5分張り。では次、もう1体青柱行ってみたいと思います。こちらもできればまあ5分でやり終えたいな。はい、声優獣出没中に月。完璧にね、青柱が出没してるということですね。発見しました。ん？これね、ご飯食べてくるの忘れたんですよ。なんで飛躍を使います。これね、やってしまいましたね。これやってしまっているやつです。はい、あ、外してる。で、どれくらいで倒せるか、目標はこれも5分張り。気になる結果はどうなったかというと、実はですね、この後エリアチェンジしちゃったんですよ、この子。でもね、倒しやすいなっていうのも、まあ、今までの出てきたモンスターさんだっていうのもあって、倒しやすいなとはなってました。で、最終的な結果はこんな感じでね、もうちょっとこれでそう、5分張りまで行かずに行けちゃいました。いや、本当に皆さんとね、一緒に装備作ってたくさん狩りに行った結果出せました。嬉しいそして最後はヤンクック先生行ってきました。はい、クエストはクリアです。青柱ドスマッカを結構狩りに行っていて、でヤンクック先生もね、モンスターハンタークロスでたくさんお世話になっている方なので、まあ、5分いけるんじゃないかと思います。ということで行くのは会長の憂鬱。それではどんな感じでどこの場所にいるのかは、シーンフィールドになるのでちょっとわからないので探索しました。で、発見いたいた。マップはね、下側を見てみないとわかるようにこの位置にいました。で、今回はペイントボール1回外さずに行けていて、このままね、倒していきたいと思います。はい、装備は黒炎王装備一式のままで来てるんですが、ヤンクック、まあ、火だっけ、確認しなかったですそこもね、ダブルクロスの時は確認をして、属性に合った装備武器で来たいなと思っているので勉強したいと思います。いや、まだまだですね、初級ハンター頑張ります。ここ端っこすぎて落ちたし流行っちゃった、悲しい恥ずかしい。よし、また上がって頑張ります。で、もうすぐで倒せるっていう時に、実はこれドスファンゴが乱入してきまして、大変なことになってました。で、今先行弾で抑えました。またいつものファンゴ君に好かれるタイプの私になっています。これはダブルクロスでもきっとファンゴに好かれたまま狩りに行くことが多いんだろうなっていう、うん、多分多いですよね。はい、これでメインターゲット OK。 ただね、環境不安定できてたからファンゴ、ドスファンゴを乱入したんだと思うんですけど、倒せてないのでちょっと怖い隣にいるんですよね。こっち来ないでもらいたいな、剥ぎ取りもしたいので。え、あ、やばい、向いてる、来る。え、いや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 、あ、なんかラテニャンとおまめちゃんでやってるけど、キュール来るんだ
はい、やっぱり来られましたね。うん、こんな感じでモンスターハンターダブルクロス3連戦、ドスマッカオ、アオアシラ、ヤンクックと討伐に来ました。すべて5分張りぐらいで、まあ5分張りでね、抑えられているということで、モンスターハンタークロスから始めた私にとっては良くなったんじゃないかなと思います。はい、やったね。はい、ということで今回はモンスターハンターダブルクロス3連戦流式戦から遊びに行ってみました。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた。 See you!